じゃあこんにちは。はい、さゆ高さん、はい、新庄監督が来季も続投ということで決まりました。当然でしょ。当然でしょ。いやいや、やっぱ新庄監督しか、うん、やっぱこう考えられないよ。そうですよね、うん、まあ、それとやっぱり日本ハムあそこまで作り上げてて、はい、次の監督困るよお前。そうですよね。いや、新庄監督のあの求心力というか、うん、やっぱこうカリスマ性というか、はい、持ち合わせてる人がなかなかいないから、うん、それはやっぱもうある程度やっぱこうやってくれないとさ、はい、ちょっと困るよね。そうですよね。彼はやっぱ3年でみたいな、うん、いや、かっこよく僕は行きたいんですと、はい、まあ、確かにもうそのままでもかっこいいから、うん、もう何年やろうがかっこいいよ、はい、いや、だから、まあ、やってほしいし、うん、まあ、やることが決まってね、はい、まあ、やっぱり一番ほっとしてるかな俺が。あ、来季ね、やらなきゃいけないかななんて思ってたのでっていうか、ね、まあ、俺が、そうそうそう、いやいや、そういうわけじゃない、うん、そういうことではなくて、本当にやっぱ新庄野球っていうのがね、うん、やっぱ楽しみだしな。そうなんですよ。で、世の中の人ってやっぱこう引き込まれていってて、うん、で、試合は見なかったけど、うん、結果は見ると、はい、で、そしてどういう点の取り方をしたんだっていうのをさ、うん、検索して調べてるっていう人がたくさんいるから、はい、だからまあそれだけやっぱ面白い野球を展開してるしね、うん、まあ、このままやっぱ去ってもらっては困ると。そうですよね、はい、まあ、自身は、ドラフト後に自分の進退表明しますっていうところから始まり、はい、伊藤大海投手が新庄監督行かないで運動をハッシュタグでつけて、それがファンに浸透したりとか、はい、異例なことですよね。監督続投してくださいっていうのをファンがハッシュタグつけてっていう、まあ、まあね、まあ、辞める理由は全くないからね。そうですよね、だって2位ですからね、うん、ただやっぱこう、まあ、新庄監督と話をしてた時に、うん、豊さん、僕の人生もあるんでっていう、まあ、確かにわかるけど、うん、で、3年っていうのは僕の中の一つのポイントみたいなのがあってみたいな、うんうんうん、だ、おそらく優勝してたら辞めたと思う。それは、日本シリーズ行って日本シリーズ行って本当の日本一になってたってことですか。だからやめてたと思うけど、うん、やっぱソフトバンクでああいう負け方したんで、はい、まあ、やると思ってたけどね、うん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 、やっぱこのままではやっぱ引き下がれるんだろうみたいな。そうです、ね、まあ、そういうところもあるしね。やっぱりあのソフトバンクに一勝できなかったっていうところもやっぱり悔しさとしてはあるんですか、ね、まあ、それはあるよね、うん、まあ、まあ、だけどまだやっぱ選手が育ちきってないなっていうような、うん、まあ、そこも感じたと思うしね、うん、まあ、もう成長率とすればさ、はい、他の球団から比べると相当成長してるけど、はい、まあ、だけどソフトバンクの選手面々から見るとまだまだ成長しきってないなっていう、自分たちの子供を見るような感じで見ると、はい、相手はもう成人してるけど、うん、うちの子供たちは高校生ぐらいかなっていうような、うん、そういう目で見た時にね、はい、まあ、新庄監督も思い切って自分の計画っていうか、うん、まあ、そういうのをこう打ち出してね、はい、伊藤大海をソフトバンクの初戦に持っていく、うん、これが勝って日本シリーズに行ってれば、はい、大学生ぐらいにはなったかなっていうふうに思うだろうけども、うん、あそこで負けるっていうのはまだ高校生だったかなっていうような、うん、まあ、そんな考えかなという感じはするけど、うん、だからもうこのままほっとけないと、はい、やっぱ成人するまでは面倒見てやるよみたいな、はい、まあ、そのぐらいの上からでもいいから、うんうん、まあ、やってほしいなと思う。そうですね、となると、まあ、来シーズンは4年目ということになりますけれども、はいはい、4年目の新庄監督率いる日本ハムっていうのはまずどういうことを新庄さんやっていきそうですかね。だからもう確率だな、うん、1年目はもうとにかくひっちゃかめっちゃかだよ、はい、もうとにかく野球を楽しめと、で、自分たちの居場所を作れ、うん、ね、で、2年目は勝つ思考、勝つにはどうやって考えたらいいかっていうさ、はい、そういうことを教え込んでいった、うん、で、3年目、まあ、勝負の年は勝たなきゃいけない、はい、勝つ喜びを知った、うん、しかし4年目は負ける怖さを知るという。来年はそうなのか、負ける悔しさとか、はい、勝つ喜びは分かったと思うんだよ今年ね、まあ、2位だけどもね、うん、まあ、だけど負ける怖さっていうのをやっぱ知ってほしいっていうふうに俺は段階的には思うんじゃないかなと思います、うん、あと今シーズンベストで戦った、まあ、スタメンのメンバーがいて、来シーズンっていうのはここが固定になるのか、それともまた変わってくるのか。いや、まあ、新庄監督の頭の中では固定はしたいとは思ってるはずなんだよ、うん、でも固定するほどまだ絶対的な信頼がないと、はい、
その絶対的な信頼がない限り固定は作らないよっていう、うん、だから油断するなと、はい、いうようなメッセージじゃないの。ああ、そっかそっか。と思うけどね、うん、あとは例えば育てたい選手、例えば水谷選手であったりとか、はい、何かあこの選手をもう一皮受けさせたいとか、そういった選手っていうのは頭の中にはあるんですか。それはもう万波だってそうだし、あ清宮だってそうだし、はい、田宮だってそうだし、うん、まだまだこのレベルで喜んでる場合じゃないよって、うんうん、確かに形にはなってきた、はい、だけど新庄監督が求めてるような隙のない選手じゃないよって、はい、まだまだ隙だらけだよって、うん、だからもっともっといけ、うん、でもやっぱ高いレベルを彼は望んでるし、ね、あそこで打ったから守ったからそんなんじゃない、やっぱ球界を席巻するような、うんね、チームであれと、はいね、押しも押されるこう王者になれと、うん、いうようなことだと思う。そうか、彼が求めてる、うん、だから彼はねそういうところではね妥協しないし、今のチームでかっこいいかって感動はあるよって、はい、もう本当に涙あり笑いあり、うん、ファン一体となって感動もあるし、はい、でも素晴らしいチームを作り上げてると思うけども、はい、だけど彼が目指してる完璧ではない、うん、まだかっこよくはない、うんうん、だからかっこいい、本当あそこのチームは隙がないなって、うん、そのぐらいを彼は目指してるはずだ。もっと高いレベルってことですか。いやもちろんそうだ、そこに妥協はないから彼はね、うん、だから自分のスタイル見てみよう、まあ、完璧だな、完璧すぎますよね、あのスタイルは。俺慣れないからいやいや頑張りましょう。頑張らなきゃいけないんだけど頑張らなきゃいけないんだけど、やっぱこう彼はやっぱそこまで求めてるよね。そうですよね、よりハイレベルのことを求めてる。それはやっぱり新庄監督がよりハイレベルな方っていうか選手だったし、今もハイレベルな監督だからっていうことですよね。うん、そうだね。うん、いやだからその日本一を取るために批判覚悟だよね、うんうん、ファーストステージ負けたら伊藤大海はなんでっていうふうになるけども、はい、でも批判覚悟だもん、うん、でも日本一を目指さないとどこに向かわせるんだってチームを、はい、いやファーストステージ勝つために必死にやって、うん、ファイナル負けてもいいのかって、うん、そうじゃないって、日本一の道筋はどこにあるんだっていうので分かったと思うんだよみんな、はい、そこにはね計画がないといけないし、うん、計算がなきゃいけないし、そこに批判を浴びたってそれを俺が受け止めてやるよって、うんね、座ってるよ同業が。そうですね、うん、あとはやっぱりね、あのまた続投を決めたのはその可愛い選手たち、自分のこうね息子のような選手たちがいて、あとファンがいて、やっぱりその思いっていうのもこれまではね、うん、でもね1年目愛情かけて、うんね、2年目も愛情かけて、うん、で3年目は一緒に戦って、うん、これから厳しいぞ、またさらに、いやそれは厳しいよ、うんうん、だって日本一をもう取らなきゃいけなくなってきてるからね。はい、そうですね、それはもうより厳しくなる。もう今年2位だったのでリーグ、つまり優勝しないとっていうことですもんね来年は。だって2位で満足してる男じゃないから、うん、やっぱトップ取らないと満足感なんか全くないから、はい、いやだからトップ取りに行くためには、うん、何があと必要かっていうと負ける怖さを知らないとトップは取れない、うん、なかなか、うん、本当のトップはね、はい、だからまあそこら辺は新庄監督も知ってるだろうし、うん、だからそこを教え込んでいくと、うん、その、まあ、例えば2位になって3位に落ちる怖さとか、はい、そういうことも知ってほしいし、うん、っていうようなことだと思う。そうですよね、うん、まあねソフトバンクはもちろん来シーズンもおそらく強いっていうところでいくと思うんですけど、他の例えば3位から6位のチームももちろん補強などして強くなって日本ハムに襲いかかってくるなので、まあ、そうそう、ああそこをどう戦い抜いていくかは今年よりよりシビアにはなっていくのかな。いやだから来年はより厳しいよ。そうですよね。いやそりゃそうだよ、うん、そりゃ何のために日本が切るかって覚悟はあります。そりゃもう日本一しか覚悟がないから切るわけだ。そうでしょ。逆に覚悟が、うん、逆にね、うん、いやだからそれは厳しくなると思う。そうですね、うん、いやでもひとまずファンはまた来シーズンも新庄監督の、ね、ユニフォーム姿が見られるし、まあ、エスコンがよく似合うしな、うん、そうですよね、近代的 な球場が、うんうん、やめてもらったら困る。そうですよね、はい、ですしあのインスタグラムもねまた来年も、まあそうだね、新庄監督の発信が見られると思うとちょっと一安心ですけれども、はい、もうすでに戦いは始まってますね。じゃあそれはもちろんそうだ、ねね、また新庄監督は来年どういった姿を見せてくれるのか楽しみにしたいです、はい。